最後に、に衛星デデーータタから作ら作れた3次元の地形データについてご紹介しますこれまでお見せしたものは全て2次元の画像データでしたが複数の衛星データを組み合わせることで3次元の地形データを作成することが可能です。これは世界最高峰のエベレストですが衛星データから数値標高モデルを作成し2次元の衛星データを立体的に表現しています。高分解ののデータを使っているので 岩肌ですとか雪が残っている場所などもしっかりと写っています2次元だけでなく高さの情報があれば例えば洪水が起こったときどの地域が浸水するリスクがあるかを計算することができます3次元のデータにはさらに詳細なバージョンもありますこれは東京の豊洲を西から東に向かって見ているところです航空機やドローンなどは使わずに 衛星データだけで作成していますこのくらい詳細なデータがあれば例えば大規模な建築物を建てた場合の風の流れのシミュレーションですとか携帯電話用のアンテナを立てる場合の電波の届き具合をシミュレーションすることにも使えます様々な方向から撮影したデータを組み合わせて使っているのでビル群の様子をぐるりと俯瞰することができます見ているだけでも楽しめるのではないでしょうか 今回の講座は以上です。リモセンの魅力を感じていただけたと思います。さらに詳しく学びたい方には、レステックは様々な講座を用意しているので、ホームページをご覧ください。ありがとうございました。